free. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors. はい、皆さん、南国の、バリ島、神々の島から、おはよう、こんにちは、こんばんは、ロイバリのロイちゃんですが、今はですね、ちょっとウブドの、田舎、ウブド、方面、ウブドの裏の方に、車じゃなくてバイクでうろうろしてますが、バイクで、バリ島の、風を味わいながらうろうろしましょう。で、ウブドが好きな方はですね、ウブドの村はこんな感じでございます。ウブドが恋しかったですね。最近ウブドに来れない方、ウブドの村はちょっとうろうろしましょう。まあ観光的な動画なので、ぜひ、最後まで見てくれたら嬉しいです。これで、マリトモトフラグ、ウブド方面、ウブドの田舎、ウブドの村、ライステラスまでの方面をうろうろスタート。皆さん、ここがですね、ウブドの町から上の方にある村ですね。ここのエリアには、ジュンジュガンっていう場所ですね。あれ、ここに看板が書いてありますね。ジュンジュガンって書いてあります。ここはどっちかっていうと田んぼエリアの場所なんですけども、でここにもですね、ビラがたくさんあるんですよ。田んぼの中に、ビラがいっぱいあるってことですね。まあここでも普段お泊まりしに来る観光客もたくさんいます。こういうところで、まあのんびりとかもできるんですよ。あれは、まあ、あれもビラなんですけどね。まあ周りの風景はほとんど、まあ、田んぼですね。田んぼなんですけどね、田んぼと川しかない、まあ海はちょっと遠いんですけども、バリ島の田舎って感じなんですよ。まあ、ウブド、ザ・ウブドって感じですね、ここは。まあ今度バリ島の観光がオープンしたら、ぜひこういうところでもお泊まりしに来てください。まあ静かなんですけど、それと田舎ですね。田舎で、田舎で何もないで、まあ、ローカルの人と、友達になれるの場所ですかね。ま
まあね、田んぼと田舎ですね、ジュンジュガン。まあ、レストランとかもですね、ちらほらあそこ先あるんですけども、でもウブドウの町からは、まあ、バイクだったら10分ぐらいの場所ですね。こんな感じもビラですね、あれもビラですね。まあとにかくたくさんビラがある場所ですよ。それとバリ島の、ローカル人のお家、バリ島民家の場所ですね。こんな感じですが最高ですね。ですね、今、大事な奥さんエファちゃんと一緒に、モトフログウブドウの、村、ウブドウの町の上の方にある村、今あのライステラスまでうろうろしようと思ってさ、ぜひ、最後まで見てください。チャンネル登録もお願いします。今ですね、まだまだ、田舎エリア、ウブドウの田舎エリアの方にいるんですが、まあ、ここはですね、こういう田んぼがある場所ですね。ここやっぱりほら、もうどこでも田んぼです。はい、ですね、ここがこういうようなライステラスとかがある場所ですね。もうバリ島の、まあ、バリのイメージですかね、ウブドウのイメージですね。やっぱこんな感じですよ。田んぼがたくさんあって、それとヤシの木もあって、まあとにかく癒される場所ですね。すごいですよ、ほら、もう癒される場所ですね。ああいうところでビラとかたくさんあるんですね、あれ。お、最高ですね。はい、皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。まあなかなかウブドウの裏、ウブドウの、田舎を見たことがない方はですね、はい、こんな感じでございます。もう田んぼがいっぱいあるですね。田んぼだらけですね、ここ。
まあ、田んぼでもそうやからね。常にこういうところにもビラとかがありますね。ですね、どこにいても田んぼですね、まあ、田んぼの中にこういうお泊まりする場所があるんですね。まあウブドウはこんな感じがイメージしますね。田んぼの中で、なんていうか田んぼの中でお泊まり、まあ、ビラがたくさんあるってイメージですね。はい、田んぼの道出たら、こんな感じの道出るんですね。この道はライステラスまでつながってる道ですね。ここがテガラランっていう村ですね。まあ、バリ島に来たことがある方は絶対この道がわかるだと思います。テガラランはですね、すごい人気な場所で、まあランダン畑ですね。ライステラスが人気場所で、でこういう道端の方にたくさん、おしゃれなお店がたくさんあるんですけど、ここがテガララン村でございます。まあ、バリ島雑貨がいっぱいある場所ですね、この辺は。はい、テガラランの
観光地スポットの方に着きましたが、ここがですね、ルワックコーヒー、レストラン、テバサリレストランで、このエリアですね、なんていうかな、スイングとかがある場所なんですね。最近バリ島でスイングブランコは流行ってる場所なんですけども、今やっぱり人がガラガラですね。ここでもですね、コーヒー飲みながら、ブランコができる場所なんですけどね、このアラスハルムって書いてあるんですけどね、ここもやっぱり人がガラガラです。で、向こう下の方にスイングがあるんですよ。その段々畑の景色見ながらブランコできるんですね。で、ここが有名な、テガララン・ライステラスですね。テガララン・ライステラスは今入ったんです。はい、ここもですね、バリ島旅行来たことがある方はですね、絶対テガララン・ライステラスにはですね、日本人だったら行くんですよね。そこでランチしながら、田んぼの景色を見るんですね。はい、ライステラスの方に着きました。こんな感じですが、はい、ですね、ライステラスの方に着きましたが、ここです。ここにさ、たくさんお店やカフェがたくさんあって、で、インスタ映えスポットとかもたくさんあって、アヌスタンの方には段々畑になってるんですけどね。で、段々畑は上からでも見れるんですよ。あそこです。ほら、あんな感じになってますね。すごく綺麗でしょ。で、ここはですね、日本人の方は絶対にバリ島旅行来た時にここの場所に来るんですよ。でも今はですね、ちょうど、まだ緑じゃないんだからね、だからそんなに、綺麗に見えてないんですけど、今日は奥さんと、うろうろしてます。はい、皆さん、ということでですね、ウブドからウブドの村、ウブドの裏、ウブドの村、ウブドの田舎までちょっとバイクでうろうろしたってことなんですけど、最近はですね、ちょっと暇過ぎちゃって、たまに2人で お出かけするということですね。なので最近の情報はこんな感じです。ウブドの、ライステラスはですね、見てる通りは人がいない。コロナの影響でバリ島の観光地はこんな感じです。ではまたいろんな情報載せるので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。はい、ドイちゃんでした。